ヒールドはいるらしいな。やべ、無限シールド編だ。シールド欲しい男になってしまった。味方が。やばいぞ、リンが閉じちまう。あれは痛いんだよ。なぜだ。シールドがいる。シールドがいるって、シールドを刺したやん。こいつ、ピン消してんのか。やべえな、ちょっとうるせえな、こいつ。ちょっと黙っとこう。よいしょ。ピン刺したのに、あ、だめだ、あいつ、終わりだ。ちょっと珍しいタイプ来たわ。カジュアルあるあるみたいになっちゃってるわ。間抜けた、最強だ。エニキはダメだったね。なぜだ、なんで入らないんだろう。マジわかんねえな。今一人だね。俺をもう一人送り出す。イケメンだな。騙されたな。裏側。さあ、デコイの電話。しまった。倒した。もう一人デコイを行かせる。おもの。硬すぎだろ。ちょっと俺あれだ、ローだと思っていっちゃった。危ねえ。シールドを回復中だ。騙されたあんま入ってねえ、危ねえ。あの舞台はおしまいだ。危ねえ。よし、デコイゲーだからね。デコイゲーミラージュは今は配信お疲れ様です。今俺は何を取った。
ミラクルワーカー取っちゃったか。まあいいか、味方を起こすか。じゃあ、だから多分本当にタイタンフォール2とかでもあった、あのデコイの使い方できると思うんだよな。デコイとかフィニッシャーか、フィニッシャーが確かそういうイメージで使えた気がするから、多分それなんだよな。ここに敵がいると思う。そう、ラウンド2、リングのそうなんですよ。もう一人増えても誰も文句言わないだ。アルティメットを発動できるぞ。レプリケーターを移動中。レプリケーターが降りてくる。あ、そう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 。デコイを出す。待てよ。俺がデコイじゃないか。敵が近い。敵のシールドを割ったぜ。レベルアップした。そろそろアップグレードしないとな。来るぞ。行くぜ。やばい、デコイやる方に意識しすぎて弾を撃つの忘れてた。まずい、デコイやる方に意識しすぎて銃を撃つの忘れてた。何やってんだ俺。バカだ。ちょっと待って、左手連打したら弾出なくなっちゃった。間違えた。あ、右手が動かなかった今。これダメだ。アホだ。ちょっと待って、俺の想像しなかった、これ無理かも。ちょっと俺人間だから多分左手だけ動かすの無理かもしんない。間違えた。敵に銃一発も撃たなかった。間違えた間違えた。でも味方も多分ね、こいつ何やってんだってなったから。アホすぎる、間違えた。あのね、そう、できると思ったんだけど、ちょっと人間には不可能かもしれない。あー間違えたわ。そう、ちょっと見てみてみたいな感じで、そう、相手にちょっと見せに行っただけで死んじゃったよ。いやー違うんだよな、銃撃たないのは違うんだよマジで。ちょっと銃撃ってくれよ、でこい。いや、次だな。いや、次はいける、次はいける。うん。いや、絶対してたね。何やってんだ、こいつって。なんでこいつ撃たねえのって。でこいも多分言ってるよ。いやー、ちょっと見えたんだけどな、希望が。ほんとよ。そしたらもう、18人ぐらいで殺してやるわ。すごいな、今までいただろうか、一発も打たないミラージュスカイなんて。そう、俺もデコイだったね、完全に。多分相手に分かってなかったよ、多分どれが本体か。はあ、まあこういうこともあるんですね。やりたいことがマジで違かったわ。意識が持ってかれちゃうな、さすがに。いやでも多分うまくやれれば多分いけるはず。標的が私の近くに着地しました。大胆ですが、致命的なミスです。攻撃を受けてる。縛り上げて。楽しいね、こんなに簡単に。恥あるね、マジでね、なんかガチでやってる人が多くて楽しいよ。ね、そうなんだよ。意識しちゃダメだね。ん？音はする。下にいんのかこれ。本当だよ。どんだけチーターが邪魔かって分かりますね。
なれ、くそ、頼む、レースがあと2だ、あと2。頑張れ頑張れ、くそ、頑張れ。いいぞ、あと1枚だ多分。クールダウンかな。ナイス、クールダウン30秒。これぞアップグレードだ。結局運命の時が訪れた。舞台が脱落、リロード中だ。やっぱサポート役に徹した方がいいな。ウルト焚いて後ろに引くのがいいな、できれば。後ろ引きが強そう。はい、これ話題の男、はい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 、おお、確かに使わねえかも俺普段は。少しシールド。騙されたな。リロード中。ママがね。でこれ頑張ってくれ。わお、あれ一人戦ってた誰もいなかった、残念。これ無理だよ、諦めていいよ全然。3人いるよ。無理無理、ちょっとね、逃げちゃった時点でもう逃げないといけないんだよな。そう、逃げた人はもう逃げるしかないのよ。正直に言ってくれ、死んじまったお前でも最高だったと思うだろ。ランクやんないね、チーター多すぎるからね、無理だよ俺は。もう諦めた、人とやるとき以外はもういいや、ランクはもう諦めたわ普通に。でそれ以外はあのみんな言ってくれ、あのチートを減らしてくれって。大技は知らんけど、まあいいかな、とりあえずは。いいね、それなんだっけ、そう、俺がランクできるかできないかチーターの量だから、マジでそこら辺に関しては頼むわ。俺はもう諦めた。ランクやりてえけどできねえんだよな。うん、もう疲労が。あの位置に敵がいますよ。
報告、レプリケーターを輸送中です。レプリケーター投下。そう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 、回復はしたか。私に眼力を恵みたまえ。追加のアイテムを発見。ワンガレベルローバーの方が盛りやすいね、圧倒的に。ミラージュおもれ、いいキャラクターになったぜ。そうだね、うん。バン祭り、バン祭りじゃないんだよね。もう一生バンされてないともうなんかやる気になんねえ。うん、そう、なんかもう理不尽キルしかされないからつまんねんだよな。そう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 、なんか面白くないんだよな。ミラージュおもれ。楽しみー。リングまでもう少しだ。閉鎖まで残り30秒。うん、そう、バンされた瞬間だからね。そう、すげえつまんねえ、あれ。いろいろ考えてるのがバカらしくなってくるからね。これをこうしてこうだから敵がこっちにいるはずだから、こういう風に立ち回ってこうかな。見えてるからそれ関係ないんだよね。もういるんだよね、そこに。で、しかもそれで結局、よう、それ上手い人だけじゃねえみたいに言われるわけよ。疲れんだよね、もうそれが。で、いや、これ見てって。これが上手い人なわけないでしょっていう説明するのはめんどくさいんだよね、本当に。うん、そう、見て、これが上手い人なわけないじゃんって説明するのめんどくせんだ。だったらカジュアルで引き殺してるが楽しい。今日無理よ。あそこに敵。人騙しするか。デコイを生かせる。逆にね。カジュアル面白い。タイムリーバン。そう、普通マンがね、本当に疲れるんだよね、あれ。マジで疲れる。で、しかもどん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 さ、視聴者がアンチになってくんだよ。めんどくせえ。まあそもそもそのだから、それの可能性があっただけなんだけど。アジアルです。周囲環境をマーク中。敵を倒せない。敵と交戦中。リング、デコイでドカン。ミラージュが助けて。攻撃されている。そう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 。まあ、だからね、申し訳ねえけど、そう、ランクしか見たくないって人はね、すまん。他のところをね、見てくれると嬉しいな。ちょっと俺はもう諦めボンバー。うん、そもそもそのアンチになる素質があった人ってのがアンチになっていくわけなんだけど、それをいちいち処理するのもね、めんどくさくてな。いいね。
ありがてえ。そう、ティーが多すぎるんだよね。多いね。ありがとうございます。うん、そう、鳥はだ、鳥代わりになってる感じだよな。これやる、やる、やるしかねえ。ねえ、やるしかねえ。そうだね、もうそもそもなんだよね、もともとその素質があるんだよね、基本的にそういう人たちって。なんだけど、まあ、わざわざね、その人たちを作り出すのもまあめんどくさい話なんで。そう、ただただ例えばだから、あのプレイングは好きだったけどみたいな、そうプレイングが好きだったけど別に本人がその辺好きじゃねみたいな人いるじゃん。例えばね、そういう人はまあやっぱアンチになりがちだよな。うん、でやっぱランクだとそれがやっぱ起こりやすいんだよ。なんでかって言ったらやっぱ負けて悔しいし、やっぱどうしてもねあるんだよね。ダメージを回復中。だからね、つえマジかよ強すぎる。マヌケな奴らは騙される。待って、クラフトします。うん、ビカビカだからね。ここに敵がいる。お？表剣ありがとうございます。48時間サバイバルなマイクラ配信エンドラ、やばすぎ、死んじゃう俺味方騙しちゃったよナイちゃんジジー。いや、ほんあれやりてんだけどな、できねえな。やっぱりイデミール様、ヒョークミッツありがとうございます。あれ、こっちやね、ボタン間違えた、こっちか。はーい、ちゃんです、ありがとうございます。くそ、ミラージュレンダーやりてんだけどな、できねえな、うまく。ミユチョンボル様、ヒョークミッツありがとうございます。はーい、ちゃんです、ありがとうございます。くー、まあ、あとね、遮蔽が少ねえからな。オッピングピンピン様、320スパチャありがとうございます。ナーちゃんです、ありがとうございます。プルルルルルってさ、アビリティ出したい。いや、なんかね、俺ね、エペやりたくないわけではないんだよね、別に。そのさ、俺エイペックスは好きなんよ。うん、で、あの、でカジュアルって唯一の救いを見つけたわけですね、俺は。そう、だから無理してやってるってよりは、そのカジがおもれ。うん、こんばんは、ナイちゃん。今夜もいいね。こっちに来ました。ありがとうございます。そう、面白いからやってるって感じ？あれめっちゃ難しいよ、あれ。そう、地雷でくっそ難しいよ、あれ。そう、俺、エーペックスが一番好きなん。うん。だけど、うんこが多すぎてやれないって感じ。そう、エーペが好きなんだよね、純粋に。
なんだけど、その純粋にできないからって感じかな。ロランでおすすめは、誰だっけあいつ。ローバだ。そう、ローバ、ローバ。名前出てこなかったわ。あんなに、あんなに助けてくれたね。ローバ忘れちゃったよ。